さあ皆さんの来ました、来ました新年来ましたよ。お、カズマさんすごい。カズマさんです。マジでカズマさんでございます。お、西手帳。西手帳。いらっしゃるかしらいないか。西鉄天神福岡天神駅って書いてありますね。うん。ありがとうございます。大牟田側から撮ってるんですよね。外側だからね。あら綺麗。雪月花。綺麗ですね。京急さんです。京急さんなのに撮ってるの越後ときめき。これあれです。越後ときめき鉄道っていう第三セクター走っているまあ観光列車レストラン列車ですね。乗ってみたい。そうか、あんまり乗らない人もいるかもしれないんですね。ハッチ乗ったのこれ？乗ってないですよ。これからか。あ、そう私この区間結構普通列車よく乗ってるんですけど。いいな、俺乗ってみたいこれ。赤つまがりなるほど。これ電車だっけ？これ気動車？いや電車のはずですね。北陸線とか新越線とかの転換区間になるんで。かわいいね。ああ来ました。また赤い。これナギさんね。ナギさん。名古屋の赤い彗星来たわ、もう早い時間に来たわ。赤つながりですけど。来たわ本当に。あ、でさっきのすいません電車じゃなくてディーゼルでした。失礼しました。鉄月間。来たわ。量産型シャーザクっていうね。名鉄の量産型ね。量産型シャーザクすごいですね。なんで安畜症って言うんですか。本当ですよね。うん、そういうハッチの疑問の投げかけが本当僕も答え欲しいですよ。赤い沼の安畜症ってなんで安畜症なんですか。すいません。気になりますね。気になる。ちょっと流行りの用語なんでしょうもう。メモっちゃうわ私。すごい。ありがとうございます。あ、また森空さん、給仕車じゃねえかこれ。これが S さんでございます。S さん。あら。どこだこれ。名古屋人みたいな。三の。しかもなんか左のホームになんかめっちゃカメラ構えてそうな人らが映ってるし、うん、本当だほんまやなんか313さんももうね次後継者が来るんでしょ。3言ってましたね。315、うん、ねえ日社かな多分製造 JR 東海だからねえ。あ315ズッキーニさんね、私早いですね。正山さんも早いですね。315早い。ありがとうございます。ありがとうございます。これはユーマさんでございます。ユーマさん。東のにちょんちょん来ましたよ。どこだこれ。なんか山梨県か長野県かって感じがすごいするんですけど。小淵ってるこれ。小淵座ってる。小淵じゃないのこれ。こんなことないな。小淵座はホームにあれじゃないですか。お蕎麦屋さんっていうか売店とかある気がするんです。そうですね。小淵座はこんな寂しくないですよね。綺麗。おバス停かな。マジかよ。おバス停だと手前どっちかに景色がすごくよく見える感じ。どっちかがね、どっちかが沈んでるよね。そうですね。おばちゃん。長坂かな。長坂。カンペすぐ地獄表見ちゃう人。つばめさん。なんかかっけえ。いいですね。ケープーさん。あ、211久しぶりに乗りたい。ケープさんもね、いろんな説が出ますんで、信濃線説など。だからこれは東日本の211だけど、東海はさっきの話に戻ると JR 東海は315を入れると、この国鉄型の211は全部なくなるらしいですよね。だからもう JR 東海のリリースで315が配備されると JR 東海内の211は全部いなくなって、我が社が全部作った車に統一されますって書いてある。あ、すごい。トイレが全部つくんですね。ね。ありがとうございます。トイレ大事ですよね。そう、俺もわかる。トイレ大事。すごい。トイレ大事。今アーヤンが切実に言ったわかります。私は。でもアーヤンとハッチーとね、俺違う理由で、俺はちょっと今もう公共の場では言えないけど、俺ちょっとお腹がちょっと弱い方なんで、私大事だわ。本当大事。お腹大事なの本当ね。いるの。長時間乗るんで。いりますよね。あると嬉しいですよね。安心感が違う。違う、わかる。だから高速バスもそうでしょ。高速バスもね、俺必ず見るもん。空港連絡バスとか後ろの窓が一発埋まってると、あ、トイレついてるやんと思う。怖いわ、うん、怖いよね。怖いわ、本当。っていうか、なんか今日赤い車両多くないですか。本当ですね。なんか先週、なんか最近赤いですね。ねえねえねえ、いや、めでたいですよね。赤が来るってね。そういうこと。うん。これですね。広島支社ですね、レッドウィング。ね。岩国。もうガチでもうあの辺。カープファンじゃん全部。っていうかめっちゃカープファンの人が乗りかけてる写真が皆さん見えますかね。7番っていう背番号の人がやる気満々やん。もうだってもういいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。四国来た昴生さんでございます。昴生さん、わ、アンパンマンいいっすね。南部どの辺ですかねこれ。これ高松じゃん。これあ、多度津かな。高松は地上ホームですね。あのアンパンマン列車すごいね。もう、うん、食べログ超えてんのね。星がいくつあるのあれ。1、2、3、4、5、6、7。食べログが5つ。あれ。そう一瞬小島かなと思ったんですけど。ね、小島か。小島だよ。あ、書いてますね。ドリームツバメさん、サンラッキーさん。でも宇田津説も出てますね。宇田津か小島か。ただあそこに立ってる人の制服がどっち？四国西。もし交代してるんだったらっていうので小島な可能性もあります。なるほどね。あ、食べログ超えてるに花ピーさんだけ受けてる。よかった。ねえ、星8って相当うまそうだよね。どこだよそれみたいな。いや美味しそうですね。やばい。斉藤さんがめっちゃ真面目なツッコミで電車は食べれんって書いてる。ああ、すみません。すみませんそうですよね。さあこれが永井智之さんでございます。また赤いんだけど。来るな。700。これ相当古いよねこれ。これいつの写真ですかね。京急でもだいぶ昔ですよね。うん。一等じゃない。すごいね。うん、あ、すごい。あ。続いて楠本啓二さん。楠本さん。この電車好きですよ。嘘、アイアン欲しいこれ。はい、ちっちゃい頃よく乗ってました。これとか。ちっちゃい頃からこれ乗ってるんかい、おい。すごいな。え、これ、あれですよね、西、あれですよね。うん。確かに。宝塚行きとかですよね。そう。いや、だからアイアンが若いってことよ。これちっちゃい頃からって、これ最近よ、これ出たのだって。この車。この車最近よ、マジで。車齢。そう、車齢もね、皆さん車齢多分5、6年やないこれ。6、7年？そうなんですね。うん、だから、まあ、若いの。同じ世代よ、アイアンと。そう、実家といえばってイメージありますし、生まれ育った故郷といえばこれ。へえ。ズッキーニさん、2005年、車齢15年。あ、そんな言ってんの？すいません。年取るとね、ちょっとごめんなさい。その10年がね、半分ぐらい見えちゃうんですよ。もう年取ると。2005年かでも。でみんな小学生ぐらいの印象ですね。記憶だと小学生ぐらいからの乗った時の記憶はこの列車ですね。マジか。小学生でこんな新しい車乗ってたんだ。すごいな。いいっすね。半蔵門は旧客の世代でしたっけ。そうだね。大体旧客の言ってやめろもうちょっとそれだから寂しいことやめてくださいよもう。結構また新しい旧客だしこれ。もうドリームさんやめてくださいもうちょっと。さあ続いて漢字でゆうさんまさるさんかおです。どちらかわかんないけど。綺麗ですね。ありがとうございます。綺麗ですね。ありがとうございます。赤いですね。たまたまなはずなんですけどね。ね、線型の階層が両方いるっていうね。また浜の赤い安畜症って書いてある。